はい、速稼塾の久保です。今回のサラリーマン YouTuber J のシリーズは、まあ、J さんからメッセージがあったわけではないんですけども、私がサラリーマン J さんだとしたらね、どういうふうに活動していくかってことの一つの例です。それはポイントサイトを使うのが、まあ、一番いいのかなと思います。もちろんポイントサイトをずっとやっていきましょうってことではありません。まずは自分の副収入を数万円単位で作ってみるっていう一番最初の体験のためにね、ポイントサイトを、まあ、期間限定で例えば2ヶ月とか3ヶ月だけやってみるみたいな感じですね。そんな感じで売り上げを立っていこうと思います。前回サラリーマン YouTuber J さんの1月の実績等のね、ちょっとだけお話しました。ゼロではないけどもあんまり上がってないってことなんですよね。なんか数百円とかっていう形ではあったんですけども、まあ、数千円とか数万円はとてもちょっとね言ってなかったんですけども、私だったらこうだよってものをね、今回お知らせしようと思います。私が今回ポイントサイトとして採用したのは、私もやったことがないポイントサイトです。ちょっと切り替えてみますね。このポイントサイトは笑うっていうんですけども、私が登録したのが1月20日なんで、今日1月31日なんで、まだね10日なんですよ。10日しかやってないんですけども、いいですか。右の方見てみますと、5400円分、5万4001ポイント。この1ポイントっていうのがね、まあなかなか魅力なんですけども、今10日間で5400円いってるわけですよね。まあですんで、前回 J さんがお知らせしてくださった報酬よりもだいぶ大きいと思います。で、この5400っていうのをどういうふうに作られてるかっていうと、この右上のメニュー行くじゃないですか。で、ポイント通帳っていうの行きますよね。そうするとここに出てます。ほら、お友達紹介がいっぱい並んでるでしょ。1月30日、昨日も友達紹介成功してるんですよね。26日、25日と。で、山分けポイントっていうのが、いわゆるやれば必ずもらえるポイントなんですよ。ちょっと試しにやってみたんですけどね。あとは友達紹介です。ずっと。ほら、1月20日に友達紹介を7人出して、それからこういう風になってますよね。いつ友達紹介が完成するかというと、この笑うっていうポイントサイトの使い方とか、ポイントサイトに対する私の感想みたいな動画を撮って、で、概要欄に笑うの友達紹介の URL を置いているって形なんですよ。で、ポイント交換今できるんで、今5000円私下ろせるんですよ、もうすでにね。初めて10日しか経ってないのに5000円もうゲットしてるんで、単純にこれ1ヶ月で計算すると私10日で5000円なんで、しかもほとんど活動やってないわけですよ。これ関係の動画も5、6本しか撮ってないですからね。その5、6本の動画を撮ったっていうだけで、まだ案件こなしたわけじゃないのに5000円なんで、それを30日って計算すると1万5000円なんですよ、もうすでにね。月収1万5000円がもう私はこの笑うからいただけてるってことです。しかもまだ案件やってないんですよ。友達紹介だけです。笑うの動画を撮って、動画概要欄に笑うの参加 URL ね、つけただけという。で、この動画ってのは笑うで検索すると出てくるんで、これからもいつの間にか誰かが登録する可能性があるってことですよね。で、そうすると1本の動画を撮ると再生回数とか広告料じゃなくって、笑うの紹介報酬が取れる可能性がたった5、6本の動画で無限に広がるわけですよね。これをスタートラインに置かないとなかなかしんどいですよ。自分で案件こなして稼いでいこうと思ったら常に案件を探さないといけないし、それが本当に有効か無効かっていう判定もありますからね。そうなると労多くして実りなしになりますけども、こういうふうにね、 YouTube を使ってポイントサイトを解説したりとか紹介するっていうのは、実はね、自分で案件こなす必要もないですし、案件に対する審査もないですしね、すぐに反映されるんですよ、こうやってすぐですよ、もうこれ紹介で稼ぐのがだから一番ですよね。で、紹介を受けて登録した人になんかね、出費があるかってないわけじゃないですか。誰一人お金を払わずにこのポイントサイトからお金をいただくと、まさにポイントサイトを紹介するっていう、そういうふうなね、活動になってるわけなんですよ。いかがですかね、こういうふうに考えていくと。まあ、J さんもサラリーマン YouTuber って名乗ってるんで、同じ方法を取ればいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、サラリーマン YouTuber さんの、まあ、第一歩として、まあ、YouTube を活用して稼ぐんだったら、誰にも損をさせないようにして、ポイントサイトのアカウントを作っていただければ、お互いにウィンウィン。要するに、ポイントサイトに参加した人にもコミッションがあるわけでしょ、これ。最初から何ポイントとかって入るわけじゃないですか。確か500ポイントとか、なんか800ポイントとか、ではなかったかな。なんか500円分とか800円分とかで、登録したその日にもうすでに最低支払い金額達成する方が多いと聞いてるんですけどね。ちょっともう忘れちゃいましたけどね。はい、今回はそんな感じです。サラリーマン YouTuber J さんの、
立場になって私がやるとしたら、一番最初はこのポイントサイトの紹介コードを動画概要欄につけてスタートするかなってことですよね。あとはその何、このポイントサイトに関連する動画を作るたびに友達紹介の可能性が入りますからね。検索にもかかりやすいですね、ということでございます。ちょっとね、 J さんからの動画が全然送られてこなくなってきちゃったというか、すごいペースが遅いかなと思いますんでね、これでは稼げないですね全然。私もこのポイントサイトをやって10日で本当に真っさらなところから、スタートラインからですよ、で5000円とか稼げるわけなんで、今から J さんがやってもね、5000円とは言わなくても1000円とか2000円とかには、なるんじゃないかなと思いますよね。で1月31日です今日ね、締め日にいくらになるかってこと、これがビジネスをしているものとしては問われますんで、すごく大事になってきます。J さんでなくても皆さんにもね、今回の動画は参考になったと思いますので、挑戦をお待ちしております。自分の企画をやってくれってことでしたらやりますんで、そしてね、あんまりやる気がなかったら私もね、無理やりやらせるつもりはないんで、もうちょっとやる気なくなっちゃったかな、稼ぐ気はもうしぼんじゃったかなと思ったら、まあそれはそれでもしょうがないですからね。私の場合はね、100稼ぎたいといえば100なりの指導が提供できますし、年収500万稼ぎたいって言えば500万なりの指導ができますけども、私は指導しっかりできますけども、じゃあ指導を受けれるかどうかっていうね、そちらの、熟成さんの力量がありますからね。だから無理して骨折してもいけないんで、無理するぐらいだったら一旦休憩するか、またね、今までの暮らしを続けるかじゃないかなと思いますよね、どうなんでしょうかね。はい、それでは以上です。頑張ってください。